フランス革命と NASA が2億ドルを費やした軌道衛星が火星の表面に激突した事故にはどんな関係があるのだろうか。答えは全てだ。この衝突は2つの土稜鋼の間での換算ミスによるものだった。つまり米国慣用単位と国際単位計もしくはメートル法だ。ではフランス革命とはどんな関係があるのだろうか。説明していこう。記録に残る人類の歴史の多くにおいて穀物の重量や手の長さなどの単位は正確ではなく、また場所によっても様々だった。また地域ごとに土稜鋼が統一されていないだけでなく、数の体系も全く異なっていたのだ。ヨーロッパにおいては中世後期までにヒンズーアラビア起源の十進法がローマ数字とその分数表記法にとって変わった。ジョン・ウィルキンスなどの学者による十進法普及の試みはあまりうまくいかなかった。フランス国内だけで25万もの単位があり、変更を広く普及させるには大規模な断絶を必要としたのだ。そして1789年、その断絶が起こった。フランス革命のリーダーが転覆を望んだのは君主制だけではなかった。啓蒙運動の合理的な原理に従った社会変革を目指したのだ。新政権が権力を握ると土稜鋼の改革のために科学アカデミーが招集された。権力者や古いしきたりによる旧式な規格は数学的かつ自然な関係により置き換えられた。例えばギリシャ語で測定を意味するメートルは赤道と北極点の1000万分の1の距離であると定義された。新しいメートル法はコンドルセ公爵曰く全ての時代に全ての人々にだった。土稜鋼の標準化は革命に対しても政治的な利点があった。これで貴族たちが地方の単位を操作して平民から地代を搾取することがなくなる一方、政府は効率的に税金を取り立てられるようになったのだ。また1週間を10日とする共和暦に切り替えて日曜日を減らすことで教会の持つ力を弱めたのだ。新システムを採用するのは大変だった。実際かなり混乱した。最初は新単位と旧単位を併用したが共和暦はその後廃止。ナポレオン・ボナパルトが政権を握ると個人商店にはメートル法で再定義した伝統的な土稜鋼の使用を認めた。しかしメートル法は公式用として使われ、フランスの国境を越えてヨーロッパ大陸に広まったのだ。ナポレオンの帝国は8年しか続かなかったものの、その遺産は長く引き継がれた。欧州では独立の際に古い土稜鋼を復活させた国もあったが、他の国々は国際貿易の時代において標準化することの価値を理解した。ポルトガルとオランダが自主的にメートル法に切り替えると、他の国がそれに続き、その植民地とともにこのシステムは世界中に広まった。フランスの主なライバルとして英国は革命的な考えに抗して伝統的な単位を守った。しかし続く2世紀の間に大英帝国も徐々に移行を進めていく。まずメートル法をオプションとして認めると、その後徐々に公式なものとしていった。しかしすでに独立を果たしていた合衆国成立前の13の植民地にはそれは遅すぎた。米国は植民地時代の名残であるイギリスの単位を使い続け、メートル法を完全には受け入れていないわずか3国のうちの1国だ。メートル法化の取り組みを続けているにもかかわらず、アメリカ人の多くはフィートやポンドの方がしっくりとくる。皮肉なことに、かつては革命的とされていたメートル法を国際的な服従のシンボルだとみなす人たちもいるほど。それにもかかわらずメートル法は全世界の科学や医学界で用いられ、当初からあった原則に基づき進化し続けている。長い間標準単位は厳重に管理されている元気により定義されてきた。しかし技術と精度の向上のおかげでアクセスが困難で寿命の信頼性のないこれらの元気は、光の速さなどのような普遍的な定数で置き換えられている。一貫性のある土稜鋼は日常生活に不可欠であり、これにより成し得た人類の偉業には感謝してもしきれない。メートル法が政治的な革命により生まれたように、将来の科学革命にとってメートル法は極めて重要であり続けるのだ。計測のお話です。1枚の紙を何回折りたたむと月に届く高さになると思いますか？この動画でご紹介します。そしてチャンネル登録しましょう。